こんにちは、ふたつきです。今回は今年100均で見つけたハロウィングッズをご紹介します。今年見つけたのはアクリルプレート、ガラスドーム、バングル、台座、シリコンシート型、シリコンモールドです。これはダイソーとセリアで購入しました。後でアクリルプレートを使った作品も作ってみます。では詳しく商品を見ていきます。アクリルプレートです。こちらはセリアで購入しました。パッケージに書かれているお化けとかぼちゃの馬車、夜のかぼちゃの3種類を見つけました。バーコードは共通です。厚みは1ミリないくらいでとても薄いです。袋から出すとこんな形です。デザイン的にも割れやすい気がします。アクリルプレートの裏表には保護フィルムが貼ってありますので、作品を作る前に剥がしておいてください。可愛いデザインの作品が作れそうです。後でこちらを使ってみます。ガラスドームです。こちらはセリアで購入しました。付属のキャップがハロウィンらしい形になっています。袋から出すとこんな感じです。キャップがジャックオランタンと魔女の帽子の形になっています。ガラスドームのサイズは約15ミリです。表面の模様はこちら、裏面はこのような感じになっています。かぼちゃの顔は片面だけに彫られています。かぼちゃのキャップはガラスドームにぴったりとはまります。帽子は出っ張りがあってドームとの間に少し隙間ができます。貼り付けるときに多めにレジン液をつけた方が良さそうです。バーコードは共通になっていてこちらです。バングルと台座です。こちらもセリアで購入しました。バングルは魔女の帽子の形のミール皿が付けられるようになっています。バングルはミール皿に作品を作った後で付属のワイヤーに取り付けます。作り方は裏面に書かれています。台座にはほうきに乗った魔女がデザインされています。台座の大きさがキーホルダーなんかにするのにちょうど良さそうです。バーコードはこちら。ハロウィンで使えそうなグッズが作れそうですね。シリコンシート型です。セリアで購入しました。厚さ2ミリくらいのモチーフが5種類作れます。バーコードはこちらです。袋から出すとこんな感じです。ジャックオランタンが3種類、それから骸骨とコウモリのデザインが入っています。裏から見ると図柄が分かりやすいです。アクセサリーにするのには少し大きいので、インテリアやブローチのようなものにするのが良さそうです。お揃いのバッジを作ってつけるとハロウィンパーティーが盛り上がりそうです。シリコンソフトモールドのパーティーナイトです。ダイソーで購入しました。バーコードはこちら。立体的な猫とかぼちゃ、平面の月とお化けが作れます。他の100均のシリコンモールドに比べると型の深さが深くて厚みのあるモチーフが作れます。大きめな作品が作れそうなので、インテリアやバックチャームにするのがいいかなと思います。色を変えれば猫と月はハロウィン以外にも使えそうです。こちらは前回もご紹介したのですが、ハロウィン向けのネイルスタンプです。キャンドゥで購入しました。こちらもハロウィンの作品作りに使ってみます。これからアクリルプレートを使ってハロウィンの飾りを作ってみます。馬車の方は100均の材料で、ジャックオランタンの方は手芸店で買える材料でやってみます。先に馬車の方を作ります。材料です。レジン液はダイソー、キャンドゥ、セリアのものを使います。ネイルスタンプのスタンパーはキャンドゥのものを利用します。はじめにアク
クリルプレートの保護フィルムを外します。取りにくい場合はセロハンテープなどに貼り付けて取ると簡単に外せます。両面の保護フィルムを外したらアクリルプレートに目張りをします。アクリルプレートに養生テープを貼り付けます。粘着力が弱めのテープがおすすめです。幅広のマスキングテープを2枚つなげて使っても大丈夫です。養生テープを平らなトレイに貼り付けて作業しやすいようにします。アクリルプレートの背景にキャンドゥのカラーレジン液のミルキーブルーとミルキーパープルを入れます。ブルーとパープルの配置が固まらないように場所を散らしながら入れていきます。爪楊枝で細かい部分まで伸ばします。気泡を抜きます。ラメパウダーを混ぜます。背景全体にまんべんなくラメパウダーを入れておきます。配置できたら硬化します。ネイルスタンプを押します。初めて使う場合はネイルプレートの保護フィルムを外しておきます。ネイルプレートに白とオレンジのマニキュアをたっぷりとのせます。スクレーパーで余分なマニキュアを取り除きスタンパーに移し取ります。背景にスタンプします。一度使ったらネイルプレートを掃除します。除光液をかけてティッシュペーパーで拭き取ります。背景全体に柄が入るようにスタンプを押します。押せたらマニキュアが乾くまで少し待ちます。一度養生テープを外します。力を入れすぎるとアクリルプレートが折れてしまいます。そっと外してください。はみ出した部分のマニキュアを掃除します。綿棒に除光液をつけて余分なマニキュアを拭き取ります。裏面にマスキングテープを貼り付けて目張りをします。馬車の部分だけ覆われていれば大丈夫です。馬車の色を作ります。三角トレイにダイソーのカラーレジン液のオレンジを出します。カラー顔料のホワイトを混ぜます。塊ができないようにしっかりと混ぜます。馬車本体の部分に作った色を入れます。真ん中のハートにはミルキーパープルのレジン液を入れます。硬化します。硬化したらマスキングテープを外します。表面をコーティングします。透明なレジン液をたっぷりと出します。爪楊枝で全体に伸ばします。気泡を抜きます。ラインストーンを配置します。ラインストーンの輝きがなくならないようにレジン液に埋まらないよう注意します。配置できたら硬化します。
次は裏面をコーティングします。透明なレジン液をたっぷりと出します。爪楊枝で全体に伸ばします。ラインストーンを配置します。硬化します。最後に上の穴にボールチェーンを通したら完成です。硬化した時の収縮のせいでアクリルプレートが曲がってしまいました。いつも少しは曲がってしまうんですが、今回は特にひどいです。色も薄すぎました。着色剤を入れてもっと濃くした方が鮮やかに仕上がりそうです。